明治安田生命 J2 リーグは第23節です。東京ヴェルディとレノファ山口 FC の一戦を味の素スタジアムからお届けしてまいります。さあここは早めにどうだ、ドグラス・ヴィエイラ、角度のないところから先制、東京ヴェルディ奪ってすぐの展開でした。これ相手のスローインを、ね、奪ってからですけど、まあ、1本2本ですか、まあ、角度なかったですけど、非常にやっぱり坪井選手が、ね、ちょっとこう詰めきれないところをニアを、ね、うまく狙いましたよね。まあ、短い時間でこう点を取ったっていうのはね。もう一度行くのかドーガスビエラ、おっとどうだ、キーパー内島が出ている、サイドネットは外からかかっています。ホイッスルはありません。ゴールキックです。まあ、背後をつくっていうところでは非常に良かったと思いますし、まあ、この藤島のこの判断ですよね。レノファの方はその小野瀬のポジションと清永を久々に使ってきた、その対応バイタルに来てるぞ、はい、そしてどうだ、アラン・ピニェイロ右足クロスバーの上です。で今度はあの逆にこの三浮のサイドのポジションですね、脇のポジションがね少し空いたところを梶川がうまく使ったんですよ。でそれによってこう左サイドを空いたところをねうまくつきましたよね。鳥海がここオナイウアドを狙う、落とす、おっとドーグラス・ビエイラ、カウンターになるのかベルディ、右にも左にもプレイヤーがいる、アラン・ピニェーロ左だ、どうする、後ろから梶川が来る、使う、中2枚待ってる、そのままクロスを上げていく、渡辺浩太ダイレクトで右足を振り抜いていきました。これカウンターですけどね、非常に良かったと思いますね。あの左サイドでうまく数的優位を作りながらね、サイドからクロス上げることができましたし、これもねファーサイドしっかりと狙ってるっていうのがありますよね。もう一度セカンドボール、梶川が拾う、打つのか梶川、ここも枠を捉えている梶川亮太。かなりこうやっぱりヴェルディの方があの拾ってる回数が多いなという印象ありますよね。まあ、そこからのシュートだと思うんですけど、